色鮮やかな動物たちを描いた作品、自閉症や知的障害がある2人のアーティストが描いたものです。独特の世界観で描かれた2人の作品展を取材しました。福岡市中央区のギャラリーで今日から始まった作品展。絵を描いたのは石川県在住の松本慎之助さんと福岡県在住の太田康介さん。二人とも重い自閉症です。松本さんの絵の特徴は繊細さ。こちらはグリム童話のブレーメンの音楽隊を題材にした作品です。生き生きとした動物たちが細かい線で丁寧に描かれています。また松本さんが似顔絵を描くときは人が動物に見えるんだそうです。では私も似顔絵を描いてもらおうと思います。お願いします。はい。私の似顔絵はヒョウになりました。強い、優しい。優しい、優しい。嬉しいですね。どうなのかな、こう人が来られた時に瞬間に動物に置き換えるのか、それともその動物が歩いてくるように見えてるのか、どっちかなと思うんですけど。絵を描くの好き？はい、大好きですね。一方太田さんは力強く大胆な絵を描きます。こちらは福岡市動物園を訪れた時に描いた作品。仲のいいペンギンの親子が並んでいます。また独特な色使いも魅力です。一番どの絵がお気に入りですか？これです。イラストレーターと画家としてそれぞれ活躍している2人。ハンディキャップはあるものの、たくさんの人に元気や感動を与えられるのではないかと今回コラボレーションが実現しました。弟の絵はすごく大胆で、しのすけくんの絵はすごく繊細なので、まあ、ここのコラボすることによってすごい、まあ、会場内が化学反応しているような感じがしています。ねえ、いやなんかね、意志が強いんだそうですよ。上手くなってるし、絵もやっぱどんどん変わってますよね。だからまあすごい才能だなと。2人の作品展は今月28日まで開かれています。それぞれの個性がすごいポップでいいですね。元気をもらえますよね。実は私たち2人の絵も描いていただいてるんですよ、はい、そうなんですよ。池尻さん見てみましょうか。まずは池尻さんの絵。おお、キリンですね。あ、キリン。おお、かなり首が長いキリン。はい、こんな風に見えたんです、ね、ちなみに私はこちらです。わあ、象。へえ、でもなんかなんとなくこう目元が似てるよう な優しい感じが出てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご活躍をお祈りしています。